今回は 100% 有利が取れるローキックの立ち回りをご紹介します。ローキックを極めたい人やスパーリングや試合で使いたい人にとってはかなり参考になるテクニックなので、耳と目と鼻をかっぽじってよく聞いてみてください。ローキックにおいて大事なことは2つあります。それは打つときはカットされないこと、打たれるときは確実にカットすること。またその時に大事なことがクリーンヒットの認識です。有効打にならないローキックはなるべく蹴らず、そうならないように。また相手のローキックを当たっても有効打にさせないで蹴ること。ちなみに今お見せしている動画、私が打ってるローは有効打が多いですが、それに比べて相手が打ってるローは当たっても有効打になっていません。クリーンヒットの基準ですが、実戦で効くオア体勢が崩れるかどうかです。カットされるときはもちろん、相手の体勢がいいとき、有効打にならないときがあります。それを踏まえて細かいテクニックの解説をしていきたいと思います。このマススパーリングのローキックのテクニックを解説します。この最初のシーンで注目したいのが相手の体の流れ方です。このように上半身先行で体が流れる人はローが入りやすいです。特に上半身でパンチを守りながら横に動くときはほとんど必中します。このシーンのように蹴りをカットした瞬間にノーモーションで蹴り返すとかなりの確率で当たりますが、今回は不発、逆に蹴り合いが展開しました。この展開で大事なことはバランスで勝つこと、パンチを混ぜること、このリズムをずらすこと。膝のカットとパンチを入れてる分有利ですが、崩すまでには至ってない展開です。このように相手のローが浮いて当たったらパンチからローを当てるチャンスです。2回突き上げてバランスを崩させながら、カットが終わるのを少し待って右ロー、ローだけしかないマスなのでローへの警戒がすごいので、さらにリズムをずらす必要がある。目隠しのジャブからボディに入れて前傾を誘い、カットを早く終わらせてローを当てる。相手はパンチのインファイトを警戒するのもあり、カットしにくいコンビネーションです。相手の長い対空のカットを理解したので、ローフェイントからローを打つ、カットが高い人やずっと上げる癖がある人にはかなり刺さりやすいテクニックです。相手のカットの持続時間を把握してからいつものコンビネーションに応用していく。今度は3つのパンチからのローがぴったりハマってクリーンヒット。次にインローを相手に意識づけさせて当ててみる。インローを 2,3 回当てれば相手は左足に反応するようになるはずです。このようにインローを警戒してカットを内側にしたことで右ローが当たりました。こういう新しいことをする意図としては、パンチからのローが強く意識されているため、相手に新しい警戒パターンを作ってあげることでやりたいことをさらに通しやすくする。今まで左手から右ローパターンだったので、右手からの右ローをしたら当たりました。このようにパターンを作ってパターンを変えると当たります。相手のローが浮きました。これはカットが甘くなってしまう時などもこうなりますが、前に攻め得な時が多いのでパンチで即反撃、格ゲーでいう確定反撃というやつです。やはりボディから入った方が右ローが入りやすいですね。接近戦はブロッキングしながらの蹴りもかなり有効です。相手を固めて蹴るのもうまく決まりました。グローブをうまく使って相手を固めましょう。これは最初の展開に似てますね。こういう時はやはりパターン、リズムを変えてみよう。中間距離の蹴り合いは差をつけるのが難しいので、プロの腕の見せ所です。今度はカットを警戒してローのフェイントを、それを警戒されてしまったので2連打。今回は2連打でしたが、相手の状況次第で5回でも10回でも連続で当たります。ただそれをするとマスからガチに発展するか、生まれたての小鹿が誕生するので注意。そしてまた蹴りが浮いたので確定反撃、昇竜拳をガードした時ぐらい嬉しい状況。相手は右ストレートでスイッチ、これは直した方がいいですね。と言っても毎回直せ直せと言っているのですが、癖を直すのは非常に難しい。癖がないのが一番強いですが、強いパターンは勝手に体が動くぐらい癖つける方が楽ですね。相手が嫌がる癖ならば、もっと極めたらもっと嫌がると思ってこだわりましょう。蹴りが甘く浮きました。これは自分の癖が発動します。自動反撃します。蹴りに対しては 100% パンチで切り返す癖をつけると強いと自分は思っています。次は先ほどより重量級相手です。体重が重い人を相手にするときに大事にしていることが2つあります。1、圧で負けない。2、スピードを捨ててバランス重視。圧で負けると異様に疲れるし、不利な展開を招きやすいので下がりません。重量級は一発一発の強さがあるので慎重に立ち回ることも意識しています。とは言ってもやることは変わりません。先ほどと同じようなパターンです。先ほどよりも遅い立ち回りなので分かりやすいかもしれません。ここでカットの説明をしておきます。カットはなるべく足を上げないように、必要最小限の高さで膝でカットしましょう。
カット中に蹴りが太ももに入ったら蹴りが浮くケースが多いので逆にパンチを当てられるチャンスです。また相手のガードの隙間にジャブを差し込んでいる時やブロッキングでにやみ合っている時に蹴りが出せるとかなり有利です。では先ほどのマススパーリングのテクニックの解説です。ジャブと牽制のローで相手の反応を伺ってみるとローが返ってきました。相手のローが着弾するまで余裕があったのでカットの着地と同時に蹴る。これはカットしてから着地して蹴り返すより早く当てることが可能です。ローのタイミングずらしは不発でインローが返ってきた。同じ手で返す。一度当たる技は2度3度当たる。そのラウンド中何度でも有効です。2度刺す。相手がすごいスピードで横に流れるということは移動する瞬間はカットできないので比較的に当てやすい状況です。返しのローを同じ手で返す。2度刺す。少し上を見てパンチの隙を確認。パンチ入れたい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 。だが焦らない焦らない。相手の硬直を見てジャブからボディ、そこから鉄板の右ローコンボへ。体勢の悪さを察してフェイントから右ローキック入れることに成功。相手の前傾を見てさらに追撃。前傾だとカットしにくいです。姿勢がいい時はガードの隙間に押すようなジャブを入れてから2回とも少し遅らせてローを打ちました。ノーモーションで緩急をつけて打ちましょう。さらにプレッシャーをかけて隙を求めてブロック状態で攻める。プレッシャーがあると相手が何かします。特に大それた動きはなかった。こんな時もある。釣りも同じ。基本に忠実に受けてすかさず打つ。2度刺す。蹴りを弱当てから即座に蹴る。ローのフェイントからのローと併用。相手の蹴りが浮いた。もうおなじみの動きで攻めます。飽きるまでやる。飽きてもやる。ブロッキング姿勢からロー連打。ハマると強い裏技、いや荒技。実際これができるならこれだけで無双できちゃう。見た目はダサい。言うならばちょっと出てるグリーンのシャツもダサい。でもいいんです。派手さやシャレっ気は不要です。このローキックという技は相手を塩漬けにしてこそ本領発揮する蹴り技なのです。2度刺す。ノーモーションローキックの打ち方を解説。今回実演したテクニックではノーモーションで打つローキックを対応しました。実際にこの蹴り方ができるとできないとでは安全牌がわからない素人とプロ雀士ぐらいの差があります。なので時間はかかるかもしれませんがこの蹴り方をマスターしましょう。やり方は軸足をしっかり上げて片足ずつジャンプする感覚で打ちます。今回はオーソドックスなので左足を上げて右足を前に出す。この時に大事なことは無駄な勢いは使わないこと。静止状態から左足を上げる。そうしないとカットから蹴りをスムーズに打ったり右手のパンチから蹴りが打てません。真後ろから成功パターンを見てみましょう。この蹴り方だと足の力をほとんど使わず右半身をねじるイメージだけで打てます。スタミナ消費も抑えられて何より軽く蹴っても速く強い。パンチやあらゆる体勢から一瞬でローにつながるのでおすすめです。また同じ軌道で同じ場所に当てられるのですぐ効きます。耐えさせない自信もあるが耐えられない自信もある。この動画を見て参考になった、ためになった、どっちも同じこと言ってんじゃねえかと思う人はグッドボタン、また継続してご覧になりたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。